こんにちは、日向陽一です。今回は離婚したくない妻の夫婦関係修復法ということでお話をしていきたいと思います。これは あるクライアントさん、女性のクライアントさんとに撮ってますけど、この方は、ご主人との関係の中で、自分がずっと全部悪いと思ってたんですけど、ご主人にも問題があるっていうことが、カウンセリングしている中で、分かってきました。で、だから、こういうことなんですよね。自分さえ変われば、自分がカウンセリングを受けて変われば、夫婦関係が修復できるというふうに、思って、努力されてきたわけですね。で、この方は12回 の、 カウンセリングを今進めているところですけど、その中で、もう10回ぐらい、住んで、いろいろ問題が明らかになってきて、彼女の変わるべき点っていうのも明らかになってきてるんですけど、繰り返しになりますけど、ご主人の問題っていうのは非常に大きいということが、明らかになってきました。で、そうなると、ただ彼女がごめんなさい、私変わりますって言って関係というか、今別居中ですけど、別居状態から戻ってこられたとしても、ご主人も変わってくれないと、本当の意味で、助け合って生きられる、夫婦関係の修復というのは難しいという状況が出てきています。で、これはどういうことかというと、ことはちょっと複雑になってくるわけですね。で、今までは、ある意味ご主人のわがままを、はいはいってずっと聞いてきたわけなんですよね。で、それをはいはいって聞いてきた、そのご主人 の、 リクエストに応え続けてきた理由っていうのが、嫌われたくないっていう、その恐怖心からそうされてきたということだったんですね。で、そういう中で、それは本当の愛じゃないっていうことが分かってきたわけですね。自分が嫌われるのが怖いから相手の要求をただ飲んでるっていうだけなので、それは、本当の意味での愛し合う関係にはならないということなんですね。どういうことかというと、愛する人の与える傷は忠実さの印だというふうに聖書に書いてあるんですね。で、憎む者は多くの口づけを与えるというふうに書かれています。ですので、ある意味あなたのこういう言動で私はこういうふうに傷ついたっていうことを相手に言ってあげる必要があるということなんですね。で、それはある意味相手を傷つけるように感じるかもしれない。相手は傷つけられたって感じると思うんですよね。だけど、それを言わなければずっと自分はこのままでいいんだ、僕は悪くない、悪いのは君でしょってずっと言われ続けてるんですよね。で、本当に彼のためを思ったら、彼が言われたくないこと、いわゆる耳の痛いことを言ってあげる必要があるわけですね。で、彼に嫌われるのを恐れてずっと彼の聞きたいことばっかり言ってるっていうのは、ここに書かれているように憎む者は多くの口づけを与える。本当に彼のことを愛してたら、彼が聞きたくないことも言ってあげる必要があるということなんですよね。ちょっと子育てのことにちょっと例えで、お話しますけど、子供がジュースばっかり飲みたがると、で、子供に嫌われたくないからジュースばっかり与える親って、本当に子供のことを愛してる親ですかね。そう言えないと思うんですよね。
もしくは、まあ、野菜嫌いで全く野菜を食べない子供がいると。で、子供に嫌われるのが嫌だから野菜を食べなさいと言えない親、その親本当にその子を愛してますかね。本当に愛してたら、そのもちろん願いを聞いてあげる部分はあるけれど、しつけないといけない部分もあるわけですよね。その子のために、たとえ自分がパパなんか嫌いだとかママなんか嫌いだと言われても、嫌われても子供の健康が大事なわけですよね。だからパパは嫌いになってもいいから食べなさいっていうふうに、まあ私は言ってきたし、まあ、うちの子供たちはあまり好き嫌いなかったんで、でも同じようなケースで、まあ、しつけなければいけないケースっていうのはあったわけですね。で、夫婦の関係でも言いづらいことを言ってあげる必要がある時があるんですよね。いや、そういう言い方やめてくれるってとか、いや、もう今イライラしてるから君の話聞きたくないとか言わないといけない時あるんですよね。もちろんそればっかり言うわけじゃないけど、時にはそれを言ったらなんか摩擦が起こるってことを分かってても、それを言わなければいけない時っていうのがあるんですね。なぜなら忠実な人は傷を与える時もあるから。相手の耳の痛いことを言うっていうのはすごいエネルギー使うんですよね。本当にその人を大切に思って、その人との関係を大切にしたいと思えば思うほど、その人に向かって彼がもしくは彼女が聞きたくないと思っていることを言うのはすごい難しいことなんですよ。でも愛してるがゆえに忠実でありたい、その人の本当に役に立ちたいと思うがゆえにそれを言う必要があるということなんですね。だから時には本当に相手の間違った点っていうのが分かった時には、まあ、相手の罪ですよね、分かった時にはそれを伝える必要があるわけです。ちょっと聖書を読んでいただいていますけど、マタイの福音書というところにこういう箇所があります。ですね、ごめんなさい、時間かかっちゃって、そうです、ここです、ごめんなさい、ちょっと時間かかっちゃいましたね。マタイの福音書の18章の、15節からですね。またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って2人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れないなら、他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。二人または三人の証人の証言によって全てのことが立証されるようにするためです、というふうにあるんです。つまり傷つけられたって思ったら、二人だけのところで、まあ、いわゆる人前でじゃなくてってことですよね。二人だけのところで落ち着いて話せる場所に行って、いや、これすごい、私は悲しかった、私は苦しかったんだっていうふうに指摘をしなさいと書いてあるんですよね。
だから聖書はあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したらそれを我慢しなさいとか、それをなかったかのようにしなさい、無視しなさいとか書いてないんですね。指摘しなさいと書いてあるんです。そしてその人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになる。あ、ごめん悪かった、ってごめんねって言ったら、あなたが、その指摘した人がその兄弟を得たことになる。つまり心が通じ合ったことになるっていうことなんですよね。でそれで話が終わらないなら、まあ、2人か3人、他に1人か2人一緒に連れてきなさい。これも公にするっていうよりは、まあ、もう1人か2人ぐらい信頼、彼が、あの相手が信頼している人を一緒に連れてきなさいっていうことを書いてあるんですね。だから本当に相手を大切に思うなら指摘してあげる必要があるっていうことなんですよね。で逆の立場を考えてみると分かると思うんですけど、私たちが知らず知らずに誰かを傷つけてしまったら、それを頭ごなしにとか、なんて言うんでしょう、こう逆ギレされてっていう形じゃなくて、あ、実はあの時あなたの発言で私すごい傷ついた、苦しかったんだっていうふうに言ってもらう必要があるわけですよね。そしたら謝るチャンスが与えられる。そしてこれから先、その同じような間違いをあなたに対してもそうですし、他の人に対してもしないように注意できるようになるわけです。で私たちはみんな自分の罪って分かんないんですよね。言われないと分からない。だから言ってもらう必要がある。指摘される、指摘してもらう、そういう助けが必要だっていうことなんですね。みんなそうなんです。だから愛する人の与える傷は忠実さの印なんですよね。だから恐れないでほしいんです。言い方は大切です。優しく責めてほしいんですよね。優しく責めるっておかしいですけど、優しく指摘する必要がある。穏やかに冷静に指摘する必要がある。で、まあ、このクライアントさん、あなたの場合は、まあ、手紙に書いていくので、まあ、それは優しい文章というか、丁寧な、親切な、文面で、でもそれをちゃんと指摘してあげる必要があるということになります。ということで、傷つけたことが分かって、ごめんねって言って、ごめんねって言って和解するときに、もう本当の絆っていうのは強まるということなんですよね。だからそれを狙ってるわけです。なんか指摘してすっきりするとか、指摘して思い知らせてやるっていうことじゃなくて、兄弟を得るために、その相手の人との本当の和解を得るためにそれをするんだということを、ぜひ覚えていただきたいと思います。それでは、離婚したくない妻の夫婦関係修復法ということで、相手にね、非がある場合どうやって伝えるのかということをお話ししました。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。